学生の秋広、急所判定って毎回やるんだ。タレマシンガンって回数技って。吠えて、お手のにモンスターボールで戻してくれるの。吠えたらザキッショこいつこいつキモこいつむっちゃキモい、こいつガチでキモいわ、想像の倍キモい。穴を掘るはないでしょさすがに。キモいよー、え、キモい、計算外だよこんな。なんかノーマルの恐ろしさを感じてる今。キモすぎ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 。穴を掘るでしょこれ。いやここ穴を掘るだから、いや蹴りやっか、逆に逆に蹴りや。いや絶対穴掘る。キモキモすぎキモすぎだこいつ。クソ手ごわ、ジムリーダーかこいつおい、こいつジムリーダーだろ普通に。あ、これ何こいつ、監視カメラみたいなやついない？あ、こいつあれか、ダンゴロみたいなやつだったっけ。全然そんなことない。草原に出て転がってさ、下のやつね、そこ絡まった草食ってんだこいつ。タンドン、なんかある名前、タンドン。中本って誰なの、中本にするわ。じゃあお前の友達の名前、こいつ中本なの。え、タニシいんだけど、タニシ、タニシ、おいタニシ、え、消えた、タニシ。やばすぎるやばすぎるこのポケモン。タニシやばくね。え、そんなペースで増えることできんのお前。いよ、この鉱山のどっかに先行の主がいるらしい。噂じゃその体は半端ないでかさで超ロング、そんなのすぐ見つかりそうなのに、どこにどうやって隠れてんだ。もしすげえ素早いやつだったらライドして追いかけてみたらどうだ。ペパーから電話かかってきて思い出したんだけどさ、この前俺撮影があって行こう、その撮影の時にメイクしてもらったんだけどさ、メイクさんに、メイクさんに、カズネさん最近何のゲームやってるんですかって言われたから、ああ、最近ポケモンやってますよ。ロールって言っても話膨らまねえから、いやポケモン面白いですよねっつって、いやでもペーパーと戦った時にあいつ急に強くなってクソビビりましたよみたいなこと急に言われて、めちゃめちゃネタバレ食らった。そこで急に強くなったペーパーと戦うらしい、どうやら。俺まだクリアしてないですって言ったら、え、あ、スカーレット、バイオレット、バージョンどっちですか。あ、スカーレットです。あ、あ、あ、バージョンも一緒。いや、うえ、学生のキララ、キラキラネームすぎんだよ。お前らの同期にキラキラネームいた。俺もう友達のキラキラネームの話5万回してるから、お前らの友達のキラキラネーム聞きてよ。ライトマ漢字と、漢字と読み教えてよ、漢字と読み。123と書いて、ドレミ。お邪魔状もいます、お邪魔状もいます。そのお母さんに読み方ミスって怒られた。マジかよ。よっ待て待て待て
パクパクしよるこいつ。顎壊れてねこいつ。なパクパクしよる。ハンドフォーマーみたいなやつおんねんけど。何これ。うん？いやチンポやん。顔かわいよ。顔わあ。ミミズかよ。これミミミズ？ミミズズ？こいつ欲しい。なんだこのポケ。なんだこいつ。おもろすぎ。なんだこいつ。おバケモンおるぞ。バケモンいる。おいバケモンおるぞ。力強。格闘タイプでしょ普通に。マジか、どこに隠してんだよ。主を追い詰めたのか。あいつが先行の主。なんか長え。スパイスの栄養で元気、ハッスルちゃんみたいだぜ。ハッスルちゃんね。顔が、な顔がおもろすぎる。さすがに。顔面がおもろすぎる。なんでこんな間抜け顔なの。何も変わってねえよお前。うれえ放射だ。強すぎる。強すぎる。わけわからん。わけわからん。ああ死んじゃった。ミミズズやったな。お疲れちゃんだぜ。虫ポケモンの顔意外とつぶらで笑っちゃったぜ。おもろい顔だったな。普通にあいつ出てこねえから。ここにもきっと。やっぱりだ、秘伝のあいつ見っけ。秘伝塩スパイス、めっちゃええもん食ってるやん。今回のスパイス探しも大成功だな。手足の痛みしびれを和らげてくる。筋力の低下にも効果あるらしい。ほんとかよ。塩分高すぎない？こいつでマフティフをもっと元気にしてやる。飯にしようぜ。ずりゃおりゃー。お待ちどさん、毎度のじみペーパー風サンドイッチだ。おまけの虫バッジもついてくる。塩やん。でも今回のスパイスはだいぶうまそうだな。よし、そいつのも用意してやったぞ。うん、すまああげるよ。毎回試してきやがる。おお。少しずつ食えよ。ガツガツ。このパワーの出方エグいんだよな。大ジャンプ！マジかよ。こいつも妙な方向に元気になってるな。そうだ、これ見てくれ。秘伝スパイスの近くには絶対主ポケモンがいるだろ。この本によるとあいつらはスパイスの成分で巨大化して強くなってんだと。この洞窟は主ポケモンにとって食い物の冷蔵庫なのかもな。勝てるようになった、もしかして。バオ。バオ。バオ。マフティフ。起立プリーズ。バオ。マフティフ声、聞こえたか？バオ。わ、やっぱマジじゃん。マフィティフー、お前久しぶりに声聞けたな。マフィティブの具合順調に良くなってる。お前と会ってからいいことばかりだ。遺伝スパイスはあと2つ。もう少し付き合ってくれや。
バーフ。コラードがまた一つ、そうなんですが、取り戻しちゃうだな。ライブ状態で B ボタン、ジャンプの高度が上がったようだ。うわあ、そんな上がってねえだろ。マジかよ、上がりすぎだろ。いや、上がりすぎだろ。え、ミミズ欲しい。こいつマジで欲しい。あー、今度こそスーパーボール。こいつやばくね。敗北でダメなの。あの、聞かないって言ってた人の名前全部メモっといてください。聞かないって言ってたやつの名前全員メモっといてください。あっしゃー。敵に襲われると体毛を拳のように使い、あれ毛なの。パンチの嵐をお見舞いするのだ。何にしようかな、名前。ドレミワンチャンあるな、マジで。こいつの名前ドレミにしようかな。土食。地面タイプの技を受けるとダメージを受けずに回復する。What? 防御74。やばすぎだろ。こいつの仏棒。あ、もう、あーもう積みすぎだろ。え、こいつ強くね。甘やかされて育ったためか常に他人を見下している。いっちゃん嫌いなガキ。こいつにだけは負けねえ。このガキだけは。山ガールのアキコ。まずい、まずい、あーまずい、これ、あーまずい。待ってください、相手のポケモンの数見ます。超えるな。いってバカが、乗るだけでそんな食らうわけねえだろ。いや、放射だな。いや、放射じゃねえや。最悪や。おい。バック。うわ、勝てえ、こいつ。バケモン、バケモンおる。バケモン、のしかかりのバケモンおる。助けてくれ。誰か至急連絡くれ。あ、やべ、深い。まあもうマジで深い。あー、やべえ、ガチで深い。いや、まひらなければいいだけなんだよ。ちょ、まひんなよ、マジで。ここまひらなかったらいいの、これで。これでここまひらなかったら攻撃できんの。まひらないで、もうやだから。まひんなよ。しゃ、噛みついてもダメージ出んじゃねえの、こいつ。ふぅ、かな。繰り返し繰り返し、もう勝ちパターン入りました。ありがとうございます。シェー、ヒルメ。まあ、いいね。いや、残り2匹、いや残り3匹ってこと考えたらさ、これ麻痺直しとかないと怖えよ。
まいんなよ、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 まいんなよ。切れてんなよマジで。おい、のしかかりのピーピー切れてんなよこいつ。つえ、初めて PP からしたな、このポケモンで進化させるとしたら。メタルクロデイ、よし、しよ、ロックカット。こんなことして何になる。トロールトレーナー来た、トロールトレーナー、トロールトレーラー来た。あめんなよ、なめんなよ。張り手山入れ替えます、もちろん。催眠術、張り手山でかすぎだろサイズ。キモすぎ、キモすぎ。エグすぎこいつ、こいつエグすぎ、こいつエグすぎる、こいつエグすぎる、マジでガチでエグい、こいつマジでやばい、こいつガチでやばい。急所もでもいいし、やけどでもいい。いや、ちょっと待って、1.5 倍だろ、急所って。絶対足りないんだよな。ファイヤー！は？は？ふかすぎ。ふかすぎ。深すぎ、深すぎ、深すぎ、ポケモン深すぎ。めっちゃ読んできた多分こいつ、バカみたい。読んで読んで読みすぎてアイアンヘッド、頭アイアンでした。あいつさすがにちょっと頭アイアンじゃないこれは。黒トレーナー怖すぎるマジで。いや、物がちげえ。おいおいおい、おーしゃ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 い、おーしゃ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 い、覚える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 、覚えます覚えます覚えます、覚えます覚えます覚えます、覚えます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 、覚えます、覚えます、ロジカ覚えます、絶対覚えます。一発ピクニックすっか。あーだろこうだろ言ってないで、ピクニックしろよ。おおおい寝てるってまたのに。あーピクニックすかね、いいね、喜んでます。はおい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 、ピカ様やるね。サンドイッチの作り方、薄くスライスしたパンの上に自由に食材を乗せて美味しいサンドイッチを作ってみましょう。お友達とピクニックしていると一緒に料理することができます。サンドイッチ作りに必要な食材やピックは町のお店で買うことができます。お好みの食材やピックを手に入れて料理に使ってみましょう。レシピモードでは食材は自動で決まります。全ての食材はパンの上に上手に乗せればレシピ通りに料理完成です。食材を落としたり違うものが乗ると別の料理になってしまう注意です。ピクニックやレストランで料理を食べるとポケモンの食事パワーが溢れてきます。食事パワーにはタイプが設定されて同じタイプのポケモンだけ効果があります。効果は食事の組み合わせで変わります。うわあ、タマパワー、フカパワー、ケーキパシャ、オッチパワー、レズパワー、ニューネスナパワー、カーキュー、ペカテカ、チピチピス、ホグパワー、おーい。は？フリーモードだろ。いくぜ！ガチでうまいやつ作ります。まずはトルティーヤ。
トルティーヤにチョリソーのこれも生ハムのハムスライス。え、よし、もうハム増し増し。待って、野菜少な野菜少ないんで、ここはもうインディアにヨーグルトソースで、もうヨーグルト勝ち込んでいきます。クリームチーズ混ぜて、これで映えで、あとはピックタッチ終了。レッツゴー。具材を乗せよう。トルティージャは、トルティージャは、おい、おお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 、なんだ、地面が、チョリソーが足りねえ、これチョリソーが。トルティは、トルティ最後にハムでバランスをとってと、パンを乗せよう。くたばれ、イエー。え、うまそう実際。はい、中学生のお弁当サンドイッチの完成です。中学生運動部サンドイッチはははは。味は、え、割といける。ぐおー、力あふれてきたこれで放課後の部活もバッチリです。あざす、ヤミー。はい、暗い洞窟に住処を作り、鋭い爪を使って宝石を掘り出しては食べる。こいつ宝石食うんだ。こいつもデリシャスです。こいつもデリシャス。ピチ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 ピ、なんだこいつ、オンバット、なに、ドラゴンタイプだとマジかよ。大きな耳から超音波を出して餌の果物を探す。果実中は餌と間違え、マジかよ。うわー、なんだこいつは、あれ、何のガブだこれ、ひぇーざけんな殺す気か俺のポケモン。うわ、テラスタルして、あー、もうダメだ、テラスタルしたい。頭に鋼を乗せてくれ、頼む。うおおの乗ってるわけわからん、おの乗ってるわけがわからない、頭に斧が仕組みがわからなすぎる、謎のオブジェきた、頭が本体、モンスターボールゴー、イエー、きたー。まるに脱皮し鱗が剥げる、その成分が含まれる薬は疲れて体をギンギンにする。ギンギン、ギンギンはやばくない？ガブね、三越じゃなくて船越じゃない？三越は買い物するとこじゃない？ねえ、お前のその恥を一生インターネットのデータに刻む。こいつは三越。うわー、強え！攻撃69バケモン来た、攻撃69、What？なんだこいつ、本当になんだ、
今日何だったんだよ、今までの今までの何だったんだよ。どんなさいなボロにバレなきゃいけないんだよ。シャリアが立つか知らねえけどよ、こいつ叫んなよ。おい、足一本でレベル上がりすぎだろ。俺の三越が、あまりにも短い背あまりにも背が短すぎる。おめえ一戦で終了って数駅数えそうかよ、マジで。ふざけんなよ。短すぎだろ。あ、もうマジで切れた、もうヒレを入れる。ガチで温めた俺のこと。くそ、なめんなよマジで。この先王者の水に強いポケモンがいます。もっとかけ、橋の前にかけ、それ橋の前に。ペロ、これが敗北の味。黙れ。本当の敗北の味舐めたことねえだろお前。あんたに敗北語ってんじゃねえぞ。本当の新さん舐めたことねえだろお前。何もらえんだろう。手持ちの最後のポケモンに変擬態。へえ。うわあ！だせ。なんだこの顔。え、なにこの顔。ラウドボーン。歌声で姿形を変える。炎の鳥は頭上の火玉に魂が宿ったもん。なんかピエロみたい。何これ。ラウドボーン、クレアソング。え、こういう技だろこれ。うぅ、自分の特攻をあげる。燃えたぎる火炎を歌うように吹きつけて相手を壊す。自分の特攻をあげる。うわぁ、キャリア。ギョエー、サーナイト来た。トレーナーを守るためならサイコパワーを使い切り、小さなブラックホールを作る。怖くない？わーお、マジか、シャイン来たー。これトロピウス。草飛行、熱帯のジャングルに生息。首の房は甘くて美味しい。一年に2回実をつける。あ、どっちがマンキーだったっけ。こっちがオコリザルだったっけ。鼻ブヒブヒで割れた。あぶねえ。シャドボ、え、誰がシャドボ、マジ、え、でっかシャドボ。誰かの視線を感じただけで猛烈に遅れ出す。そして目が合ったものを追いかけるのだ。え、当たり前みたいにいるの、リーフィア。え、こんな当たり前みたいにいることある。このポケモンとさ、リーフィアとエイゴリアどっち使うの、アンケート取ってみたい。わお。晴れた日に寝ているリーヒは光合成をして綺麗な空気を作り出しているのだ。なピンとこねえな。おい、レタスいいね。レタスにしよう。美味しそう。そんな、あ、いた。で、ここら辺サンダースもいるのか。カモン。いや。相手の姿に化けて見せて驚かせる。無口な子供に化けていることが多いらしい。怖っ。そんな設定だったんだ。ニーコにしようとしたけど、そのままだからチンコにしようって言いかけたけど、チンコで入るわけねえんだよな。頭がおかしくなっちまったよ。おい、
チーコとかにしようか。じゃあ可愛いしな、チーコは。ヒソが来たよ。ジム入っていくの見えたから入ってきちゃった。この前は勝負できなくてごめんね。全然そんなんじゃないよ。でもちょっとだけ勝負はしたいな。やるか。そろそろ狩るか。うわーし。チャンプルジム。ペペペンペペペン。青木。秘密のメニューを注文せよ。合格条件はチャンプルタウンで大人気のお店宝食堂で、秘密のメニューを注文すること。今この町にあなた以外に3人のジムテスト挑戦者がいます。参加者は秘密のメニューについてそれぞれ違ったヒントを知ってます。なるほど。注文できた1名のみがジムテストの合格者になる。長谷さんのヒントは常連さんの食べ方。宝食堂の常連さんに話を聞いてみるといいかもですね。弱火でじっくりもう始まってる。ハンター試験は。なんだでっかこの店。この店ポケモンのテラスタイプをチェンジできるらしい。なに、ほらこんなうめえ料理食った初めてだ。レモンを絞るとさっぱりしてるんです。夢ならな。大人にならないとわからない。うん、ブーおこいつら舐めてるこの双子。おいスターバックス兄弟いい加減しろよお前ら。何をこぎっとんねん戦闘中に。俺がもらったヒントは青い鳥ポケモンの声。おっさんちょっとどいて。私のヒントはアイス屋台の仲間外れ。大文字。二人前。大文字二人前。こいつじゃねえの。な、食ってみるか。いや結局いちごのクレープが一番うまい。ダイエットするからって言って寿司3貫で食うのやめたけど、帰り道に食うクレープが一番うまいんだよね。お口の隣人チュロスにチュ一かじり。どうザ。なんで人間はチューしたくなるんだろうな。思わない。なんでチューするんだろうな。エッチだからだよ。キモいやつもいます。え、エッチだからだよ。いた。これだろ。なんで焼きおにぎり売ってんだい。焼きおにぎりにレモン乗ってるんだけど、これ。かわいい。ヒント集まりましたか？秘密のメニューを注文せよ。焼きおにぎりの2人前の火加減大文字で、付け合わせは最後にレモンを絞ってくれ。きたー、これか。あいよ焼き割にダイモンレモゾエ。え、ここやっぱ火事になった。意味わからん、人どこ行ったんだよ。人はどこに行ったんだよ。おめでとうございます、ジムテストクリアです。絶対あいつじゃん。青木さん、出番だよ。本当にジムリーダーな、やめてよ。水がねえ。レッツゴー。お世話になります、青木です。何卒よろしくお願いします。
ネシコじゃねえかよ。いやもう逆に照らすだろ。ノーマル技打たんよ。多分積み技とかでもなくてゴーストでも効く技を打つはず。最初からもう火力上げていく。こいつを残したくない。あ、速攻を上げたまんまにできるのもでかい。ノココッチ？ノココッチ？うわ、こいつか。え、でもなんかよくわかんないからなんとかなりそう。眠気覚まし。そんなエグい技持ってたかこいつ。あばよ。バケモン。バケモンだ。関係ねえ。バケモンだこいつ。いや、フレアソング押し切りだね。これは多分死ななくて先行取られても多分101なんか絶対超えないだろ。で、ローになった。関係ない関係ない関係ない。ローになって威力上がってフレアソングで一撃でフレ向こう奥が焼き鳥になって終了。なかなかやりますね。負けそうですよ。青木さんシャキッとしなさいよ。腹ペコのお客が待ってるよ。いいとこ見せてちょうだい。何？原神レベルでも人が少ねえな。おい、青木さんも学生さんもどっちも頑張れ。ちょっとはサービスしますかね。ノーマルじゃね。うわ違うくね。これなんだ、ダイヤモンド。何ダイヤモンドって。ダイヤモンドタイプこいつ。強すぎ。やばいこの技。いっぱい食わされました。うー、食の冷え冷えです。火事どころか。なみなみなる強さですね。思わず無表情になりました。自分の負けなのでバッチを出すんですが、戦ったら腹減りました。よければ一緒にどうですか。食いすぎだろ。よし、あなたような元気な子には必要なさそうですが、こちらもどうぞ。空元気。自分が毒、麻痺、やけど状態の時、相手に繰り出す技の威力が2倍になる。え、なんで状態以上つけないの。え、どういうこと。火炎玉みたいな、なかったっけ。え、なんで自分で状態以上になるやつ。バカだからだよ。手抜きかよ。重だか。先ほどの試合拝見しましたが、とてもファンタスティックな実力。同じ技連打。同じ技連打なんだけども。近い将来、ぜひともあなたをポケモンリーグへとスカウトする。戦うポケモン決めたよ。ジムの勝負見てた。また強くなっちゃって。チャンピオンでも久しぶりですね。なんでトップがカセンと一緒に。トップって、これはみんなが憧れるチャンピオンランクのさらに頂点、トップチャンピオンの小野中さん、トップチャンピオン。あー。
事務の視察できないほど忙しい。こちらは別件です。この度は有望な人材をヘッドハンティングに参りましたので。わお。河川、私が最初に目をつけたんですから、トップでも横取りダメです。自分が戦うために殺させない。やっぱりそうかじゃねえかよ。そうだ、河川、約束のポケモン勝負しようよ。お待ちください。なんすか。見学したい。ほう。私は全然いいですよ。パセもいいよね。はい。見たけど見してやるよって感じですかね。感謝します。いろんなジムを巡ってバッジ集めていくとポケモントレーナーの最高峰に挑戦することができる。それがポケモンリーグ。テーブルシティの北西に位置しております。ポケモンリーグ最強の称号、チャンピオンランクのトレーナーが新たに生まれる場所。ジムバッジをやってにいたテストを受けることができて、最強の試験官と戦って勝てばチャンピオンになれる。その時の気持ちになって今からイメージトレーニング。最高の舞台を目指していざ勝負。あら、お待ちください。うわぁ、モッサン早くやりたくて。いや、始まんのかよ。えぎい連戦。ルガルガン、なんだこいつ。コメント通しなきゃ。岩タイプ、ここでタイプ見れたのか。また乗りだ。ちょうど桁繰りもあるしな。体重軽そうだけど。ただここは守ってからやるのが大事。噛みつくれんだな。メタルクロノが入る。メタルクロノだ。上がれ。上がねえか。いいのもらっちゃった。技の威力も冴えてる。アクセルロック。あ、怖え。知らない技やめてよ。よし、まずはルガルガン。パムット、知らねえ。いや、飛行と見た。パムット。で、名前で予想しよう。コウモリじゃねえの、パモットなんだから。すっげえ鳥くせ。なんかしかも柔らかそう。もう電気効きます。いや、溢れ出る鳥感。これ鳥ポケモンです、パモット。タイプ知らねえ。ホペスリで。おお、ノーマルですか。いや、ただノーマルくせ。ザーさんだ。ノーマルか電気か、そのあたりやな。まあ、それか炎、どれにせよ関係ないね。フレアソングだ。ほー、強すぎる。ザー、お前がチャンピオンや。うわ、ヌメラのタイプ知らねえ。毒じゃね、あれ。まあ関係ないか、まんまで。フレアソン。今一つということはリュウだ。うん、あれ。ふう、三積み完了。早よ出せ、早よネオは出せ。マスカーニャ、トップ見てますか。私追い込まれてるでしょう。てか、なんなんだ。はぁ、なんやこいつ。ファー、燃やします。テラスターするなら今。トップの目も輝かせちゃう。え、こいつでかっていうか身長人間ぐらいあるやん。誰がクワッサン選ぶねこれ。
おお。わあ、めっちゃ強そう。とっておき？何？とっておきって？トリックフラワー。え？専用技？ソングが強すぎる。誰も俺に勝てねえよ。チャンピオンでも相手にここまでの戦いぶり、見事な試合楽しませていただきました。おいおい、一匹も減ってねえぞこっちの手持ち。私もうかうか知られないよ。初めて会った時からなんとなく分かってたけど、カセンなら絶対チャンピオンランクになる。残りのジムも絶対大丈夫だから。私もそう思います。未来への投資としてこちらを受け取ってください。テラバースト。名前が強そう。テラスタルだとテラスタイプのエネルギーを放出して攻撃する。攻撃と特攻を比べて高い方でダメージを与える。テラスタル状態で放てばテラスタイプに応じて技のタイプも変化します。友情、応援、それとも期待でしょうか。きっと彼女は確信しているんでしょうね。先ほどのジムまでお送りします。飯売ってるんだ。テラスタイプをチェンジするかい。私気に入ったお客にだけポケモンのテラスタイプをチェンジする料理を作ってあげる。テラピースで材料が必要だから揃ったら声かけて。テラスタイプをノーマルにする。50個もいるの？テラピースが50個必要。でかすぎ。でかすぎ。どんな料理やねん。次ここかな。毒弾の毒組の味と自分を忍者の末裔だと思い込みコスプレをしている。お難しい言葉と毒の術で相手を翻弄する。なかなかやばいやつだな。